え、こんにちは。今日はね、ダニエル・ロックヘッドの、使い方、僕の使い方だね。ちょっとご説明しようかなと。というのも、フィッシュインでね、僕非常に気に入って仕入れて、フィッシュインでたくさんの方に買っていただいてるんですけども、使い方が分かんないと。メーカーさんのね、ホームページ見ても、ダニエルロックヘッドっていうのはこうワームをここにつけて巻いて釣る、そうすると非常に激しいこうボブル、大きなボブルで、普通だとストレートに動くワームがこんななって動いてる、動画がアップされてて、まあつまりこう巻物系のルアーとして売られてるんだけど、僕ねこれはジャクソンのテスターに友達の梶本くんっていうのがいるんだけど、彼に1個貸してもらって釣った時に、うわ、これめちゃくちゃボトム向きじゃんと思ったわけよ。ね、これかなりいけるぞと。で、仕入れて、フィッシュインで、出したところ、たくさんの方が買ってくださったんですけど、じゃあボトムでどうやって釣んだと具体的に、その辺がね、分からないという方が教えてくれというお声が結構あったもんですから、今日はちょっとその説明をしましょう。まあこんなルアーですよ。ね、こう変なとこにアイガンだ、顎の下へ、ここへスナップなり、僕の場合はスナップよりもこっちが多い。はい、ペアリングどうなってんだって、溶接リングとスプリットリングが最初からくっつけたんだよ。こういう風にピンと合ってるかな。これジギングで使うねペアリング、僕はドヒトミさんのところが気に入って使ってるんですけど、つけるとこういう状態になります。はい、スナップでもいいし僕のようにペアリングでもいいのかなと思います。まあつまりこう引っ張るわけだ。ちょっとバイブレーションと、ジグヘッドのアイノコのような、変わったルアーなんですけど、こいつね実際ボトムですごく使いやすいのよ。でよく釣れるというよりね、すごく使いやすい。特に旗なんかがいるね、荒根のガラガラのところで釣るときにね、とってもいいんです。で、この間ね、地球さんと愛媛県行って、闇旗ゲームとかね、港湾五目ゲームをやった翌日にオフショアへ、ボートでちょっと釣りをしたんです。その時の動画をね、見ていただくんですけども、その前に、ざっとこの使い方のね、あらすじみたいなのを見といていただこうと思います。はい、今回とてもVTR の中で活躍したのがジュラクローとの組み合わせだった。これも進化傷だらけになってるでしょ。でこれ結構何匹も釣っちゃったのこれで。はい、こういうふうにバグ系、クロー系と組み合わせるのもいいね。で、巻くときは、ほら、スワールテールシャット。何かがおすすめです。やっぱり巻くときはね、小魚系のフォルム、またアクションもね、小魚系の方が強いし。で、ボトムのときはやっぱ甲殻類、あるいは、甲殻類だけじゃなくて、イカとかね、タコ、マダコの子だったり、イイダコだったり。ね、するケースの時にはこういうフォルムのルアーってねすごく効くんです。で実際カットしてるので中で喋ってるところも切っちゃってるんで、今言葉で説明すると今回もそうだったの。開始2時間近くね魚の活性がすごく低くて、最初は、ロックンチャターの巻きの釣りとかジグヘッドの巻きの釣りをやってたんだけど全然バイトがないわけで、これはもう根をじくじくやるしかないなってなった時に、まずはジグヘッドでやってたんだけど、やっぱりバイトがないから、おそういやダニエルヘッド使わなきゃいけねえやと思って、ダニエルを結んだついでに、諏訪社から
ジュラクローにしたらもう途端にバイトが出るわけ。もう出方が違う。うん。やっぱりそういう時あるよね、根魚はね。小魚フォルムでもう釣れなくはないんだけど、甲殻類系にしたらもう3倍、5倍当たりが出るっていうのがね、まさしくこの日がね、そういう日で、変えた途端に猛烈に当たり出して、で、なおかつ想定した通り、このダニエル君がね、根がかりしまくりのガラガラの荒根でね、いい仕事してくれました。はい。使い方はね、動画の中で見ていただくとわかるんですけど、まあ基本的にゴツン、ゴツン、ゴツンとかね、砂地だなと思ったらズル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 引っ張るの。リフトアンドフォールさせずにズルズル引っ張って、なぜか岩を探すため。ズルズルズル、ズルズル、船流れてるし、どちらなんかで。で、ゴツッと引っかかったところで、ポン、ポンっていう風にやる。そんな程度よ、ボトムの釣りは。で、こういうリグはね、そこでね、うまくアクションしてくれるし、こうブレードついてるからカチャカチャ音もするし、ね。で、ジグヘッドと違って折れるので、リフトしてフォールさせたら、こうなるわけ。で、またやるとこう、短い距離でこういう複雑な動きが何度も作れちゃうわけ。で、ジグヘッドの場合は、こうしかなんないから。うん。そこがね、結局、こういうリグプラス広角系のワームをつけると非常にバイトが増えるっていうのはね、そこら辺も要因があると思うので、ね、その辺意識しながらやってみてください。はい。で、すごく重要なことがあるの。非常にね、よくできたルアーなんですけど、僕使ってみてね、一つ欠点があるなと思ったの。メーカーさんには悪いけど、ここコイルがぶら下がってるじゃん。これここにワームをねじ込んでフックをセットするわけね。一見すごくいいよね。一見すごくいいし、あのバスなんかじゃよくやってる手法なのよ、これ。だから僕も最初見た時はいいなと思ったんだけど、あのすごくね、ここコイル差し込んでるとこ、これがね、細いじゃん、針金が。で、赤旗とかがバイトしてきて、ガーッ引っ張るとね、これちぎれちゃうの、いっぺん、プツッと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こうやって、ギリギリまでねじ込むんだけど、こう、本当に簡単に裂ける、思った以上に。赤旗なんか来ると、バリッと裂けたら、はい。その、今回ね、何度もこうなったの。裂けちゃう、こういうふうに。で、裂けたらもう二度とこうセットできない。もう効かない。うん。で、うちのね、インクスのスワールテールシャットを使ったことある人は分かると思うんだけど、ものすごく張り持ちいいよね。ホールドいいよね。簡単にずれたり裂けたりしないよね。もちっとつながって。だから僕がこのダニエルロックヘッドを使って、特にオフショアでボートからバーチカルにね、根魚なんかを、まあおかっぱりでも一緒なんだけど、釣る時のおすすめは、これね、フック変えた方がいい。うん。僕はそうおすすめします。普通にこういうクランクになったオフセット。うん。この方が圧倒的に裂けない、ずれない。これ間違いないです。そして、クランクのところでひっくり返して、魚がね、大きいやつがいるなと思ったら、やっぱり3-0ぐらいがいいと思います。こんな感じよ。3-0がどっぴったしだよね。うん。2-0でもいいし、割合大型魚がいるところは3-0のフックセット。これだとね、少々ここちぎれない。本当に。で、ちょっと裂けてもね、さっきのコイルよりもフックの軸のが太くて刺しやすいので、裂けても何度か刺しちゃいます。で、最悪、もう裂けちゃったね、使いたいのに使えないなときは瞬間接着剤持っといて、ここね、石の接でつけたらね、裂けててもね、セットできるので。はい。
ひとまずこういうふうにセットしました。はい、でこれをまあボトムでぺったんぺったんやったり、ふわっとんふわっとんってやったりしたら簡単に釣れちゃうんだけど、一つコツがある。あの早合わせをしない。すっとんすっとんグッときたらね、一瞬そこでねこう少しテンションかけてやって聞きに行く動作をするので、ググッとなった時にドンと行かないと、あのワームはね比較的固めに作ってあるので、すっぽ抜けしやすくなるんです。だからすっぽ抜けさせないためにはワンテンポ緩めるんじゃなくて、ゴッと来たら張ったまま効くの。ただゴッと押さえ込むから、そこがフッキングのタイミング。はい、それからこいつの優れたところ、なんかいいものないかな。ちょっと部屋の中だから難しいんだけど、こう岩のガラガラに入りにくいのよこいつ。まあボディが太いのと、この愛がね下にあるがために、こういうとこ入ってても抜けやすいの。これはねテキサスリグよりロックンチャッターと一緒で、ロックンチャッター上にブレードついて、そこの上に愛があるからさらに外れやすいんだけど、ロックンチャターが根掛かりしにくい、外れスタックしても外れやすいで、テキサスが根掛かりしにくいって言ってるけど、実はロックンチャター、ダニエルロックヘッド、テキサスと並べたらテキサスが一番根掛かりするで、ロックしたら外れにくい。次にこいつが根掛かりしにくく外しやすいで、ロックンチャターが最も根掛かりしにくい、かかってもテコの原理でゴロンと起き上がってね外れるように作ったので、まあどっちにしてもね非常に根掛かりも少ないし外しやすいしね、ボトムのね粗根を探るときに非常に優秀です。はい、では釣れるところ、バコバコ釣れるところ、竿の動かし方や巻いてるときだったら巻きスピードとね、見てやってください。メーカーさんあのビデオ見ても巻きの釣りのダネールロックヘッドのそのアクションしか見せてないんだけど、これバーチカルにボトムでスタンドフォールドポッタンポッタンとね小づくような釣りだからすごく向いてる。で根掛かりもしにくいと、構造上ラインアイガーのお腹の下についてるんで、すごく岩には噛み込みにくいです。で丸っこくてこうボリューミーだからスリットにも落ちにくいし、落ちても丸っこいから、で先っぽに愛があるわけじゃないから、やっぱ外れやすい。と同じ根掛かりで、お来た来た、一発です。よしよっしゃ、これは今日本日今までで一番。これはまあまあいい穴旗です。40センチくらいあるんじゃないか。グリッサンド77でちょうどいいくらいの魚、大きからず小さからず。ジュラクローが多分このそこ意識しかないから、赤旗がやっぱり甲殻類系のジュラクローがねすごいいいみたい。ガンガン当たってきたもん、何度も何度も。おいしょ、おうっさい、本日一番、これでいけ、これいいぞ、イエー、おい。俺はハマりました。嬉しい。これはまあ明らかにジグヘッドでやるよりもダニエルの方がボトムが探りやすい。あのなんかこう手に伝わる感触とかね、あとリフトして下ろす時のこう動きとかがね、やっぱりフックとシンカー部分がこうジョイントで動いてくれるのと、だからワームがシンカーが頭がポッとしてもワームの後でこう倒れるよね。でゴロンってやっても同じことがこう何度も何度も再現できる。ところがジグヘッドってシンカーにフック固定だから、そこの演出でちょっと足りない部分がある、ね、あ特にこういうボートからの赤旗釣りなんかにはねすごく向いてるんだよね。
メーターさん、なぜ牧野チンレックス推奨してるのかちょっとわからないくらいあのボトムコロンコロンの釣りにすごく向いてる。僕は見た瞬間にそう思った。これはおかっぱり堤防からでもボトムゴロゴロだったりリフトアンドフォールしたりボートならなおのこといいよなと思って。よし来た。ダニエルとジュラクロ抜群ですこれめっちゃくちゃハマってるぞ。もう連発連発だ。もうそろそろ違う魚欲しいよね。これバカハタでしょ。あんまり突っ込まないから。スワーシャーよりも今のタイミングじゃジュラクロンの方が向いてるな。明らかにリグとのマッチぐらいね。この辺の今日いいなサイズが。船長いつもこんな大きいの。みんなサイズがいいんだけど。オッケー。部屋抜きして帰ってもらいましょう。よいしょ。これはあんまりエア噛んでね。あ、抜けた。プシュー。泳げるかどうかだよ、問題。ダニエル来た。はい、しっかりとかかってた。竿曲がってます。おお、いい赤旗。今日一日太い。あ、綺麗。めっちゃ綺麗。うわ、めっちゃ綺麗。オッケーです。よいしょ。こいつはでかい。これでかい。これはでかい。これはでかいぜ。うわ。これは止まらなかったんですか。止まらなかったの。ああ。でっけえよこれ。ジュラクロすげえな。ジュラクロに変えた途端もうバイト率がスワーシャーの3倍ぐらい。3倍4倍よ。おちょっとあれ、うん、浮かしちゃったらあれ恐ろしくなっちゃいましたね。あ、おじさんだ。おじさんだ。え、マジで？でっかいおじさん。まだ大きいのいますよ。おお。いいおじさんだ。ね。いいおじさんってなんか変な感じしますよ。おじさんのおじさんって。釣れば今日の仕事完了です。
加わると柔らかみが。ドーンと刺したー。ダブルヒットですよ。こっちも来てます。来たぞー。ダブルヒット。これはたまんじゃねえか。はい、後ろでレオンさんもヒットしてます。タマンです。よーし、入った。お見合いで、はい、お見合いさせて。そんなの動きないよ。でも狙って取ったってやつ。あ、結構抵抗してますね。うん、美味しいやつ。あー、来た来た来た。黒星。黒星。これはね、あの船長、地元の人はね、うん、鍋割りって言うんだって。鍋割り。鍋壊し。うん。なんで壊してる。美味しくて続いてみんなが鍋が壊れるぐらいみんなに続くから。へえ。でもこれはちっちゃいからリリース。リリース。はい。40センチ超えるとどえらい油が乗るらしい。ビデオ回ってない間になんかすごいもの撮っとるじゃないですか。なんかいいの出ましたね。地球さんがなんかあまり引かないからいいですって言うからビデオ回さなかったら。ちゃんと筋荒ですよ。もうって感じ。まあでもいいの釣ったじゃないですか。重いっすねこれ結構。うん、これあなた超高級魚ですよ。へえへえ。よーし。